日本鹿児島県いぶすき市山川里栄山川都市長は、鹿児島県いぶすき市の大技。旧薩摩国いぶすき軍、今泉郡、長村、いぶすき軍、今泉村大和ざ久ひさし、いぶすき軍里、長村、いぶすき軍山川町大和ざ久ひさ人口は907人、世帯数は423世帯。郵便番号は891-0621。 イブスキ市の中南部に位置し、池田湖の東岸、うなぎ池の西岸に位置する。浅井駅の北方には池田、東方、南方から東方にかけては、山川大山、東方には、山川なぎ川、南方から西方にかけては、海門線だ、西方には、海門上野にそれぞれ隣接している。浅井駅の南部を、鹿児島県道241号第三海門線が、東西に通っており、 その沿線に、いぶ市立理り栄小学校が所在している。あざ駅の最南端を東西に、国道226号が通っている。畑作農業を主としており、栄小学校付近及び地域の北部のお下に、集落がある。江戸時代初期には、栄軍栄教、千田村の一部であり、遠京元年に今泉号が新設されたのに伴い、千田村の内岡方切り、 上の片原の区域が今泉号に活上されその区域をもって利長村が編成された。旧高給料取調べ庁には379国余りであったと記載されている。1889年に町村制が施行されたのに伴い、江戸時代の外城である今泉号の区域をもって今泉村が成立し、半正村である利長村は今泉村の大技、利久しとなった。 村の南端部に位置していた大和リ久氏は中心部より遠くに位置しており、リ久氏から岩本にある村役場へ行くのには山川町や伊ブス町を経由しなければならなかったため、リ久氏には1946年に今泉村役場の支所が設置された。リ久氏は今泉村の支所が設置されていたことや地理上の問題から今泉村の中でも 独立の地位にあり古くより分村が検討されてきたが、分村したとしても小規模な村になってしまうことから、鹿児島県や今泉村は好ましくないとして移流してきた。1948年に分村に関する議案が村議会、県議会で議決され、同年9月1日に今泉村の内をあざり、長村の区域が分割される長村が成立した。同時に、 大技としてのり久氏は廃止され、利長村には大技が置かれなかった。1955年に利長村が海門町及び山川町に編入されることとなり、上野地区が海門町に編入され、鹿児島県国時代403号により海門町の大技、上野として新設された。残部は山川町に編入され、 同時に、鹿児島県国時代440号により、旧里・長村の区域に、山川町の大技、利久氏が設置された。2006年1月1日には、山川町が、伊布スキ市及び海門町と新設合併し、新生の伊布スキ市となり、大技なはそれまでの大技なに自治体の名称を、冠したものに解消することとなり、大技利久氏は、伊布スキ市の大技、 山川都長となった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。山川都長の浅井機内には、鉄道が通っていない。最寄り駅は、海門仙田にあるいぶすき枕崎線の薩摩、川尻駅または、山川大山にある西大線駅である。ありがとうございます。